はい、こんにちは。数学の授業を始めるよ。今回ね、グラフと図形の1をしていく。で、面積を求めるっていうことをね、中心にやっていくからね。ではまず、はじめ、三角形の面積から。まず一番初めね、こんな三角形やったらどうやって面積出すのかなっていうことだけど、これは意外と簡単。底辺をどこにするかだ。で、底辺を例えばここにしちゃうと、高さは斜めになるってわかる？高さっていうのは底辺に対して垂直な線だから斜めになっちゃう。斜めの長さって出しにくい。ここの長さだってね、なかなか難しいよね、出すの。じゃあまっすぐなところを底辺にすればいい。ここだ。じゃあこの底辺の長さ何個か、ここだから要は y 軸を見たらいい。 y 軸は5とマイナスの2だから、7離れてるよね。だから底辺が7ってわかる。で、高さは底辺から垂直に線を入れたこの長さ、これが高さだ。これは x 軸を見たらいい。まずここの x はマイナスの4で、ここの x は4だから8離れてるよね。あとは、三角形の公式、底辺×高さ割る2、これに当てはめれば答えを出せる。 7×8 割る2、まあ、一応ね、割る2を ×2 分の1という表現にしとくね。28、答えは28平方センチメートルになる、ね、単位もしっかりつけようね。問題にこういうふうに書いてあるからね。はい、では次、この問題で、この問題はじゃあさっきみたいに底辺どこにしようかって考えても全部斜めだから分かんないんだよね。で、この場合どうやって出すかだけど、これ出し方覚えておいてね。こうやって出すのが一番早い。もちろん出し方はいっぱいあるよ。いくつも出し方はあるんだけど、一番確実で、しかもどんな問題が来ても解ける出し方。これがこう周りを四角で囲んじゃう出し方。これさえ覚えとけば、どんな形が来てもへっちゃら出せるんだ。じゃあこのやり方覚えてね。じゃあまず周りを一番外側を長方形で囲んでやって、縦の長さと横の長さを出す。これは出せるよね。まず縦、縦は y 軸を見たらいいんだから4とマイナスの3だから7離れてる。で、横、横は x 軸を見たらいいんだから、これ一番左ね、マイナスの3から一番右プラスの3だから6離れてる。だから長方形は 7×6 で広く42ってことが分かる。で、ここから三角形3つある。1つ目2つ目3つ目、この3つと三角形を引き算すればいい。じゃあまず1つ目の三角形から、この、ね、縦は7って分かってる。じゃあ横は何歩か、これは x 軸見たらいいんだから、 x はマイナスの3から、ここの x はマイナスの1だから2離れてる。だからまず1つ目の三角形、一応1つ目の三角形は 7×2 の2分の1で7。じゃあ2つ目の三角形、まず横は 6-2 で4、これはもう計算したらすぐ出せる。あと縦ね、縦は y 軸見たらいいんだから、ここ4で、ここの y 軸はマイナスの1か、だから5離れて 4×5 の2分の1 10。で、3つ目は、横はこれと一緒だから6だね。で、縦は 7-5 で2。だから 6×2 の2分の1をして6。あとは42からこの3つを引けばいい。7と10と6ね。これを引いたら答えが出る。23。23引くから19。答えは19平方センチメートルだ。いいかな。じゃあ3つ目の問題、これ今度は四角形、しかも変ないびつな形の四角形。じゃあこれをどうやって出すか、これも全く同じなんだね。周りを長方形で囲んである。これは結構ね、万能なんだ。どんな問題でも面積を出すことができる。一番外側だから注意してね、ここは真ん中に入っちゃうからね。一番外側を囲むんだからね。で、ここからこの三角形、この三角形引くんだけど、これまたいびつだぞっていうことが分かる。
これも変な形だ、これも出せないよね。じゃあここはどうしたらいいかって言ったら、頂点とこの点をつなげる。すると三角形ができる。三角形4つを長方形から引いたら求めることができるわけだ。じゃあまず縦の長さ。縦は Y 軸みたいだから5とマイナスの4だから9。で横は X 座標だからこっちマイナスの5。で一番右側って言ったらこれだね。4。だからここも9。だから長方形の面積は 9×9 で81が分かる。それから三角形4つ引く。まあ、1、2、3、4にしようか。4つ引いていこう。じゃあ、まず1番から。1番は縦は9。では、横の長さ。これは、横は X みたいだよね。ここがマイナスの5。で、ここがマイナスの2だから、3離れてる。いいよね。だから、9×3×1/2。ちょっと中途半端だけど、27だから 13.5 になる。で、次、2番目の三角形はこれ。まず横は 9-3 で6っていうのが分かる。で、縦。縦は X 座標見たらいいんだから、まずこれの Y 座標見たらいいんだから、これの Y がマイナスの4。で、ここの Y がマイナスの1だから3離れてる。いいよね。マイナスの4とマイナスの1だから3だね。だから 6×3×1/2。9。で、3つ目の三角形。3つ目の三角形はここ。まずこれはわかるね。ここが3で、全体が9だから 9-3 で6。で、あと高さ。高さってここね。ここはどうやって出すか。これは X 座標だよね。こちらの X 座標は4。で、こちらの X 座標は2。だから2離れてる。6×2×1/2 で6。あと4。こっちだね。まず横は9。で、高さ。高さはこれ Y 座標見たらいい。ここの Y 座標は5で、こっちの Y 座標は2だね。5-2 は、だから3。9×3×1/2 だから、これも同じね、13.5 になる。で、あと81から全部引けばいい。これ出すことができる。13.5、2つで27。27で、これ9足したら27だから36。42。81-42をしたらいい。だから39か。答えは39平方センチメートルだ。いいかな、ここまで。できたかな。はい。こういうふうにね、面積は周りを囲んで、で、出す。こういうやり方でやっていく。いけるかな。はい。では、次のページいくよ。では、ね、次ね、次の三角形の面積を求める。ただし、座標の位置の 1cm とする。で、この、こういった問題の形式の場合、まず、さっきみたいに、自分で座標を書いてみる。で、その後、出していく。こういうやり方ね。いいかな。じゃあ、上の1番だけちょっと解いて、下の問題は自分で解くようにしようか。じゃあ、上の1番、どうやって解くか。まず、こう。X 座標、X 軸と Y 軸を書く。で、A から順番にどこら辺から、これも大体でいいからね。まず、マイナスの5と3。X がマイナスの5、Y が3だから、まあ、この辺りに A を書く。まあ、こういう書き方でいいんじゃないかな。で、B、マイナスの2。だから、X がマイナスの2で、Y がマイナスの1。よいしょ。マイナスの2がマイナスの1。で、C、6の2。6の2だから、この辺りでしょうか。こういうふうに書く。で、三角形を出すんだけど、まず、三角形 ABC を結んでやる。で、その後、さっきと同じように、周りを囲むんだ。周りを囲む。あとはやり方同じ。縦と横の長さを出す。まず、縦ね。
縦は y 座標を見たらいいんだから、3と、これは何 ?b の y 座標。マイナス1か。だから、4離れてる。で、横は x 座標を見たらいいんだから、マイナスの5と6だから11離れてる。だから、まず長方形は 4×11 で44。それから三角形3つを引き算する。例えば、1、2、3とすると、まず丸の1の三角形から、高さ4ってことが分かる。あと底辺ね。底辺はどうやって出すか。ここね。横だから、これは x 座標見たらいい。まず a の x 座標はマイナスの5。b の x 座標はマイナスの2。だから、これ3離れてるなってことが分かる。1番、丸の1の三角形は 4×3×2 分の1で6。次、丸の2番の三角形。まず横は 11-3 で8番。で、あとこの高さね。高さをどうやって出すかって言ったら、まず、これは y 座標見たらいいよね。y 座標、b の y 座標はマイナスの1。で、c の y 座標は2だから、これ3離れてる。だから 8×3×2 分の1で12。で、丸の3番。まずここはすぐ分かる。4-3 で1。で、横は11出しちゃう。だから 11×1 割2。で、5.5。で、あとは44から6と12と 5.5 を引き算すればいい。何個だろう。で、18。で、23.5。44-23.5。23.5。20.5 かな。18、23.5。23.5。20.5 か。いいかな。答えは 20.5 平方センチメートルだ。こうやって出したらいいからね。はい、ではね、2番、カッコの2番。これも同じようにこういう座標を書いて解いてみようか。ではね、映像をここで、ね、一旦停止して自分で解いてみてください。はい、こちらかな。ではやっていくね。座標を書くね。まず A。X がマイナス2で Y が6。で、B、X がマイナスの5で Y が0。で、C、X がマイナスの1で Y がマイナスの2。で、三角形をつなげる。こういうときでいいかな。で、それを周りで囲む。これ、x がマイナスの1、こっちマイナスの2か。だから、これでいいかな。まあ、ちょっとね、歪んじゃったけど、まあ、こういうふうにして書いていく。で、あと、縦と横の長さを書く。まず、縦。縦は y 軸を見たらいいんだから、一番上の x の y 軸は6。一番下の c の y 軸がマイナスの2。だから8離れてる。で、横。横は x 座標。一番左は b だから b の x がマイナスの5。一番右は c だから c の x がマイナスの1だから4離れてる。だから、まず長方形は 8×4 で32。ここまでいけたかな。で、あと三角形は、例えば、1、2、3ね。これを順番に引いていこう。じゃあ、まず1番から。1番は、カッコと横、両方出さないといけないな。まず、だってね、これは y 座標見たらいい。b は y 座標0だよね。だから、a の y 座標6だから、6だ。で、横は、x 座標見たらいい。b の x 座標はマイナスの5。で、A の x 座標はマイナスの2だから3離れてる。だから、丸1の三角形は 6×3×2 分の1。
で9で次丸の2の三角形、丸の2の三角形横は4って分かってる、縦は 8-6 で2だ、だから丸の2の三角形は 4×2×2/4 で4で、あと丸の3の三角形、ここは8で分かるよね、ここ一緒だからね、で横は 4-3 で1だ、だから 8×1×2/4 で4で、あと全部引けばいい、32-9+4+4で、32-17だから15だね、答えは15平方センチメートル書いてますね。いいかな、ちょっとね、座標を書いたり長方形囲んで三角形の面積を3つ出したり大変だとは思う、大変だとは思うけど面倒くさがらずにやってね。で、三角形書いたものをどうやって出すんかなって悩む暇があればもう書いても三角形3つ求める方が結構意外と早く答え出るからね。だからもう悩む暇なくてもうざっと周り囲んじゃって三角形3つ面積出してパッと出す、このやり方を徹底させていくとね、いいかな。はい、ではね、次のページ行こう。ではね、次のページからはちょっとだけ問題が変わる。平行四辺形、四角形 ABC が平行四辺形で3点 ABC が次の座標を求め、頂点 D の座標を求めよう。まず意味わかるかな、座標書いてみてね。A は X がマイナスの2で Y が5だから、まあ、この辺かも。それから B は X がマイナスの4で Y が1だからこの辺かもね。で C は X が0で Y がマイナスの3で、どうやって結ぶかって言ったら、これ注目してね、四角形 ABC に書いてるんだ。つまり ABCD の順番に線を結ばなきゃいけない。ACB とか結んだらダメだからね、 ABC の順番に結ぶ、だから ABC だ。であと1点で平行四辺形が完成する。じゃあ D どこかって言ったら大体分かるよね、この辺ちゃうのって分かるよね、うん。じゃあ D 点の求め方、じゃあどうするか、いろんな方法あるんだ。例えば BC の直線の式を出してから A を平行移動させる、平行移動させて A を通る直線の式を出すとかね、まあこういういろんな方法があるんだけど、ただ一番簡単な方法かつ一番時間がかからない方法は何かっていったら、こういうやり方をする、ある意味ちょっと手抜きした方法。例えば平行四辺形だから B から A まで右にいくつ上にいくつって分かれば、C から同じように右に行くつ上に行くつっていう風な点を取れば平行四辺形になるんじゃないのって、こういう方法、うん、これ一番簡単。まず B から A まで右に何歩か、右ってことはつまり X 座標を見る、マイナスの4からマイナスの2だから2離れてるよね、右に2行けばいいんだ。あと上に何歩か、上は Y 座標、 B が1で A が5だから上に4つ行けばいい、2行って4行けばいいわけだ。だから同じように C も2行って4行けばいい。じゃあもうすぐ答え出るからね、C は X が0から右に2行ったらもちろん2だよ。で Y 座標マイナスの3、マイナスの3から上に4行ったらマイナスの3足す4で1だよね。だから D 点というのはちょっとこの辺ね、 D 点この辺りになる、2と1の点でそれを結んだら平行四辺形になるよということだ。いいかな、この方法を書けばもうすぐ出すことができるからね。ただ座標のこの図はできるだけ省略せずに書いた方がいい、頭の中でできる人はまあやってもいいんだけど間違いやすいから、一度座標を書いて右に何個上に何個もしくは左に何個下に何個とかね、そういうふうに考えてやっていこう。いいかな、じゃあ同じように2番3番これは自分で解いてみよう。では映像を一旦停止始めてください。はい、いいかな、では2番、
まず座標書くね。よいしょ。5マイナス2だから、x が5で、y がマイナスの2。まあ、この辺りでしょうか。b は2で4だから、まあ。で、c はマイナスの3だから左ね。で、1。どうしようか。で、ABC の順番に結ぶ。A、B、C。あと1点。まあ、この辺りかなっていうのが分かる。いいよね。じゃあ、同じように出していこう。どう出してもいいよ。B から A で、ここからこうやってもいいし、これをここからやってもいい。まあ、どっちでもいい。まあ、やっていこうか。どうしようかな。たまにはこうしようか。B から C までどんだけいけばいいか出そうか。左に何個、下に何個。同じようにこれも左に何個、下に何個というふうに考えていこう。じゃあ、B から C までまず左に、つまり、X 座標ね。2からマイナスの3。B から C だから2からマイナスの3だから左に5個。で、下には Y 座標を見たらいい。B が4で C が1だから3。左に5、下に3下がればいいわけだ。同じように5、3いってみよう。まず A の X 座標は5だから、5から5を左に行ったら0になるよね。だからまず D 点の X は0。それから Y。Y はマイナスの2だって。で、それを3下がるんだから、マイナスの2引く3はマイナスの5。答えは0、マイナスの5になる。じゃあ、ね、3番。3番も同じようにまず座標が、これ書こうか。A 点、マイナスの1で2、X がマイナスの1、Y が2。で、B 点、X がマイナスの3で Y がマイナスの5。で、C 点、3でマイナスの2。で、ABC の順番で結んでやる。ABC。じゃあ D はこの辺かなっていうことがわかる。で、同じようにあと出したらいい。例えばこうしようか。B から C まで右にいくつ、上にいくつって考えて、同じように A からこういうふうに考えていこうか。いいかな。じゃあ、まず B から C まで右に、つまり X 先見たらいいんだから、B から C まで、マイナスの3から3だから6。6右に行って、上に、マイナスの5からマイナスの2だから3から、上に3行く。同じように A から右に6、上に3打った点が D だ。まず右に6、X を6足したらいい。マイナス1足す6は5だね。5。それから上に3。2足す3は、これも5か。だから D 点は5、5になる。で、D 点55の点を取ったら、あとはもうこうやったら平行四辺形になるよということだ。いいかな。このやり方一番簡単だから、平行四辺形になれたら、こういうやり方で、ね、パッと答え出そうね。はい。ではね、次のページ行こう。ではね、次のページ。四角形 ABCD が平行四辺形で、3点 ABC が次の座標のとき、四角形 ABC の対角線の交点を M とするとき、M の座標を求めよう。これ、今まず問題の意味わかるよね。で、実際に解いていくには、全く同じように座標をまず書く。例えば1番の座標、ここに書くね。まず A、マイナスの2と5だから、X がマイナスの2、Y が5。で、B 点、マイナスの4で1だから、まあ、B 点。で、C 点は X が0で Y がマイナスの3。で、さっきと同じように、四角形 ABC。この順番なんだから、だから同じように ABC 点をする。で、じゃあ D 点どの辺になるか、この辺りがあるなというのはまずパッと分かるよね。で、四角形 ABC の対角線の交点を M とする。M ってどうやって出すかだよね。で、平行四辺形の場合ね、これ覚えておいて。平行四辺形があります。まあ、どんな平行四辺形でいいか。
あります。で、対角線の交点というのはこれを M とするとね、これの座標を出しなさいということなんだよね、問題は。で、この座標だけど平行四辺形の性質というものがあって、平行四辺形のこの対角線の交点は実は平行四辺形の、ね、ちょうどど真ん中の点、中点、対角線の中点になるんだ、ど真ん中の点になるんだ。で、こちらの対角線でもど真ん中、この対角線でもど真ん中、ど真ん中の点に絶対に交点が来ますよっていうのが平行四辺形の特徴なんだ。だからそれを利用したら意外と結構あっさり解けるんだ。まあね、教科書とかに言ったらこの直線の式を出して、この直線の式も出して、直線の式2つ出して、その交点を出すなんて解き方もあるかもしれない。ただそんなやり方しなくても簡単に出すことできる。どうやって出すかいいかと言ったら、まあ想像したらどこにどう対角線がある、ここ対角線があると分かるよね。で、おそらく D 点が、まあ、ちょっと分かんないけど、まあ、この辺りにあるとして、で、対角線というのはこう2本になるって分かるよね。で、これの交点を求めるんだよね。だからここはもう両方とも分かってるんだから、 A と C のど真ん中の点を出したらいいんだけど、で、真ん中の点の出し方ってどうするか、これ結構簡単。A と C だよね。だからこれとこれだよね。これとこれの真ん中の点だけど、例えば X だって見たらマイナスの2と0、真ん中の点は何だろう、マイナス1だよね。わかるよね。で、次5とマイナスの3、真ん中の点何だ、これパッとわからないかもしれない。で、パッとわからなかったらどうするかって言ったら、足して2で割るんだ。5とマイナスの3を足すと2だよね。2割る2は1、だから M の座標ってマイナスの 1になる。こうやって出したら、もうあるいはもう計算式なくてもパッと出すことができる。いいかな。足して2で割るんだよ。マイナスの2足す0はマイナスの2。2で割ったらマイナスの1。5足すマイナスの3は、2。2割る2は1。足して2で割ったらすぐ出すことができる。いいかな。じゃあ、同じように2番もやってみよう。これもすぐ出すことができるから。それから、その最後の問題、ちょっと難しいかもしれないけど、自分で座標を書いて考えてみよう。はい、ではね、ここで映像を一旦停止し始めてください。はい、いいかな。では、括弧の2番ですね。まず座標を書き、 A が5で、X が5で Y がマイナスの2で、 B 点は3でマイナスの5、それから C 点はマイナスの1で1、ABC の順番に結ぶと ABC で、対角線はどこにかけるかって言ったら AC を結んだ線、これは対角線ってのはすぐ分かる。 D はどこかこの辺にあってね、こう平行してくるから。ということは AC の中点、真ん中の点を出せば M が出すことができる。まず X から、 X は、5とマイナスの1足したら4だよね。 5-1 で4、2で割ったら2、いいよね。で、 Y、 マイナスの2と1足したらマイナスの1だよね。で、2で割ったらマイナス2分の1になる。答えは2とマイナス2分の1だ。5足すマイナスの1割る2で、マイナスの2足す1割る2で、すぐ出すこと、簡単だよね。では、最後のこの問題やるね。3点 ABC を頂点とする平行四辺形を書くとき、残りの頂点の座標を全て求めよう。これ何が上と違うかといったら、上みたいに四角形 ABCD みたいな表現がないんだ。だから順番が ABC じゃないかもしれない。ひょっとしたら BDAC かもしれないし、これ分かんない。だから頂点っていうのはいくつかあるわけだ。で、まず座標を書くね。
A はマイナスの X がマイナスの2で Y が4。この辺でしょうか。で、B はマイナスの6で0。で、C は4でマイナスの1。で、どうやって出すかって言ったら、まずこれ三角形と思って、三角形を作っちゃう。で、これに何か一個点が加わって平行四辺形になるわけだ。じゃあ、想像していこうね。まず、例えば BC が平行四辺形の一つの辺だとする。まあ、二つか。これとこれが平行四辺形の辺だとする。要は AC を除いたこの二つが辺だとする。ということは、もう一個の点はどこになるかといったら、まあおそらく、まあこの辺になるのかなということが分かるよね。いいかな。これを辺だとしたらね。じゃあその次、この2つを辺だとしたら、これは要は対角線であって、この2つが平行四辺形の辺だとしたら、もう一個の点はまあこの辺になるのかなって分かるよね。こういうふうに。これ平行四辺形だよね。あと1個あるんだ。あと1個は、これ、これが平行四辺形の辺。で、これだけ対角線だとすれば、もう一個の点は、まあ、ちょっとわからないけど、まあ、この辺になる。こういうふうに、3つの点ができる。だから、答えは3つあるはずだ。いいかな。で、それぞれ出していったらいい。じゃあ、さっきやったようなやり方でどんどん出していこうか。例えば、どれか、ここからいこうか。ここの点どうやって出すかといったら、まあ、順番下、1番、2番、3番で出していくね。じゃあ、まず1番の点からどうやって出すか。同じように考えてみた。B から A まで、右にいくつ、上にいくつ、いくつかって分かったら、C から同じように右にいくつ、上にいくつかって考えたらいい。じゃあ、B から A まで、右に X 座標を考えたらいいよね。マイナスの6からマイナスの2だから4いってます。だから同じように C から右に4いったら8だね。4たす4は8。で、B から A まで上に何歩か。Y を見たらいい。0から4だから上に4だよね。だから同じように C も1たす4をしたらいい。だから3。1つ目の答えは8、3。あと2つね。2つ目の答え。2つ目の答えはここね。ここは、どうしようかな。例えば、C から A まで左に何個、上に何個か考えて、B からこういうふうにやろうか。じゃあ、C から A まで、まず左に何個いくか。C から A、4からマイナスの2だから、6いってるよね。6下がってるよね。だから、C から、だから B からね。B から6下がる。マイナスの6からさらに6。左いったら、マイナスの12。で、上に何歩か。C から B まで上に、C から A までか。C から A まで上に、マイナス1から4までだから、5を上に上がってます。だから同じように B から5を上がればいい。だから5ね。0たす5は5。これが2つ目の答え。で、最後3つ目の答え。どうしようかな。例えば、こうしようか。A から B まで、左に何個、下に何個、同じように C からこうやろうか。じゃあまず A から B まで、左には、A から B だから、左には4いきます。だから C の座標から4、4-4は0か。重なるんだね、0。それから下に、A から B まで、下には、A から B まで、下には4下がっています。だから、ここもマイナスの1から4下がればいい。だからマイナスの5。0マイナスの5だよね。だから答えは8、3とマイナスの12、5と0マイナスの5になる。ちょっとややこしいけど、一個一個ね、考えたらできます。はい、いいかな。はい、では、今日の授業はこれで終わります。